回も名探偵コナントリック検証していくんですけど、今回は73巻の「時の番人の刃」という事件で、こちら大時計を使ったトリックなんですけども、大時計がこう6時に針が鳴った時に輪っかが外れて傘で殴るんだけど、その傘がその輪っかが外れたと同時にシュ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 ッと手癖で飛んでって窓からバーンって殴るっていうそんなことできるのかということで。時計作りましょう。時計は作るところから今回は大仕掛けだよ。頑張ってくぜ。あうやく落ちるところだったよ。この部屋の中でほくそ笑んでいる犯人が仕掛けた策略にな。ええ？このトリック俺が再現してみせる。見た目は大人、頭脳は子供、その名は名探偵コナン。はい、今回大時計のトリックをやっていこうと思うんですけども、今回大時計に関してはこちらで作っている工作で、自分たちで手でこうくるって回して取れるようにしようと思います。で、長い紐を用意して手ぐすでその途中の重りとして石を使っていきます。で、あとこれで折りたたみ傘にそれがつないで時計の針に輪っかがついて、これが落ちることによってこれがつながって岩が落ちて窓からバーンできるかな。これね、ちょっと材料の割に人手が足りないかもしれない。時計作れたりしていたらいいんだけどね。はい、やりましょう。じゃあやりましょう。もう本当に、お願いします。一緒に。はい。このトリック、俺が再現してみて。丸く切った後に、この白を丸く切って貼って、で、黒の縁で時計盤作る感じでやってみましょうか。ああ、なるほど、なるほど。時計作ってるね、今ね。時計を作る。丸くね。やっぱ段ボール丸く切るの楽しい。楽しい。丸く切って白い紙貼って、時計の縁作ってるね。そうです。じゃ、投げて、投げて。これでやっちゃっていいですよね。その段ボールでまず作ってその上に貼っていくって感じで。なるほど。これは単身です。単身が普通単身。こちら調子です。こちら調子で。ありがとうございます。どうですか、針作ってみて。結構難しい。本当に時計を作ってる人ってこれ以上難しいってことでしょ。そうか、すごいな。確かに。ちょっと文字文字はね。ローマ字。ローマ字。ドゥドゥン。どうぞ石田さん。ボンドでね、こうやって塗ってやっちゃうんですよ。それを今ひらめたんですね。そうなんですか。あ、でも絶対そっちの早いですよ。よかった。もう一回ひらめてもらっていいですか。ありがとうございます。これ単身の形本当かも。それ本当かも。クワガタみたい。これ単身はでもそういうことですね。サッカートレって意味では。それ今できた。はい、できました。お疲れ様。さすがカチカチ切って、カチカチ切って。これ文字盤ももう終わりそうですね。こちらも単身終わりますよ。楽しみ楽しみ。あ、それ単身ですか。単身だ。これ職人みたいな感じで言って、この特徴的な先っぽの部分、はいはい、そこにリングつけてますね。そうで、今12時だ。12時を指している。1時2時3時4時5時。うわ、すげえ。自信が確信に変わったみたい。じゃあここに単身と長身つけていきましょうか。長身。12時どれもう。確かに確かに。これじゃない？これか。じゃあ針金でここくるして。あ、それめっちゃいいじゃないですか。さすが。じゃあ穴を開けていきます。あ、どれ？はい、じゃあ針金で通していきたいと思います。お願いします。単身が通って、お、すごい。こっちから通せば、あれでこれくるく回せるってことですか？そうですね。まあとりあえず仮止めて、はいはい。でそれ持って、あ、でそれで針を、あ、そうそう止めるんですかね。取れてるやないか。こっちは抜けないようになりました。お、そうそう。裏を同じような感じでね。リングは？リングは？リングなくなったからもう中止。これダメ。中止じゃねえよ。ここまでやってもここまでやって中止。時計ができました。リングをこうつけます。はい、12時から回して手回しですね。今回はね。はい。カチカチ。3、4、5、6。やった。すげえ。いけるいける。いける。お、名探偵佐藤さん、何書いてるのそれ。リングと重りです。トリック。これ難しい。むずいんだ。これ、要はこの単身で重りを支えなきゃいけない。はいはいはい、そうだね。見てわかる通り、これは段ボール。これはまあおよそ5、6キロぐらい。支えられるわけがない。ってことでやっぱ重りはちょっと軽くした方がいい。あ、やってみましょうじゃあ軽い。これでいいんじゃないですかこれ。まだきつい。まあきついですか。こっちですか。まあまあこれなら。じゃあそれで合格？合格。あ、じゃあやってやるとこだね。この形です。ダメですかね。大盛り48に入れ。あ、大盛り48に入れ。ぐるぐる巻いてつけてるんですね。もう。口の先に傘をつける。傘を長さをちょっとこれキャラトリック。分かったいつだって歌詞が全然違う。今ね。あ、全然いけんじゃないですか。あ、オッケー。離せば6時になってで落ちて傘がピューンですね。こいつに引っ張られるんですよね。そうか、じゃあボールの重さで傘が飛ぶのかですね、むしろ心配はね。まあやってみましょうか。どうしたのか調べたんですか。どれ？置くところが見えました。これちょっと時計っぽいね。絶対6時にはなっちゃうけど、まあだからそれを手で持っとけばやるだけでいいんですよ。そうです、やってみましょう。じゃあ今つけるんですね。これでつけて一番押さえるんですね。で輪っかかけてかけました。はい、で重りをおい重りなんか地面にくっついてない？重り長すぎます。テープ止めます。はい。井戸の代わりに今回はスーツケースを使います。装置完成ね。はい。いろんなことやって。ようやくできた。やってきた。凶器となるからは部屋の中に置いておきます。そうね。重りをまず垂らします。このトリック、俺が最後にしてみてるるる。ポコーン。1回目失敗。重りの重さよりも傘の方が重いことによってこっちに今支えられてしまっている状態。この重りが傘より軽いんで今できていないってことですね。OK です、行きましょう。はい、あれじゃあ大盛りオーディション誰ですか次。さっき脱落したけどね。じゃあどうだ。やってみましょう。あ、これは間違いない。サッカーボール変わりました。はい、オーケー、いい感じ。さっき重い全然。もう持ってかれてますから。あ、いいよ。ここで時計置いて。じゃあオッケーです。2回目いきましょう。このトリック、俺が再現してみせろ。あっ、落ちて。あ、いや惜しい。あ、落ちろ。なぜいかない。ピンと張り詰めてる。2回目失敗。こことかの摩擦によって止まってんのよ。なるほどね。今これでやったらもう落ちる。そういうことか。じゃあもうちょっと重いので一回やってます。そうですね。ここの摩擦にもかなう。それが逆にここになんか置いときゃいいのか。あ、ここにテープを貼るんだ。あ、そうしましょうか。いいよ。これにつける。これにつけるってことね。これの上に。きたー。ボールセットします。はい。オッケー。今ね、こっちこの辺にもちょっともう。はい間違いないですね。行きましょう。このトリック、俺が再現してみせる。ここ。3回目失敗。距離できなかったね。微動だにしないの。逆に。でもこれのせいじゃないですね。多分。思ったんですけど。やっぱ重さ足りてないってことですよね。重さがもう要は足りてない。じゃあ大森48誰いきます。超ルーキーが大型新人現れましたで、石井ね。いかん、これだったら絶対いける。ガン岩子ちゃん。じゃあガン岩子でいきましょう。このトリック俺が再現してみてる。ポコカチッ。4回目失敗。あそこに危ない。待って、今のは手口じゃダメってこと。切れちゃった今ね。その糸が弱すぎて実際は重りに耐えれない。確かに落ちた時の勢いでもうビューンっていっちゃった。今針金であればそうなんですよ。いきましょう。キャってこう傘につけてますよ。傘にこれいけるわ。これは必ずいける。ほんとですか。固定されててパンでこっちがガン。このトリック、俺が再現してみてる。ここ。ゴー。今石が井戸に入ったってことは、井戸は本当は奥まであるから、傘も入ってる。絶対入るんですよ。なるほど、オッケー、わかりました。ありがとうございます。全てがうまくいった今。今回再現してみて分かったこと、糸は見えない丈夫な糸。いつも見てくれてありがとう。ちゃんと登録よろしく。今年100万人来たるぜ。Ha ha 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 ha.